ラルフ・ウェブスター・ヤーボローはアメリカ合衆国の政治家。連邦上院議員を務める。上院では厚生、労働委員長として活躍。所属政党は民主党。テキサス州東部のチャンドラーで9人兄弟の7人目の子として生まれる。1919年にはウェストポイントの陸軍士官学校に入学するも1年で脱落。 サムヒューストン州立市販学校に通い教師となる。生まれ故郷ヘンダーソンカウンティのいくつかの学校で教師をするからテキサス大学に通学。1927年にテキサス大学のロースクールを卒業する。テキサス州西部ニューメキシコ州との宗教に近いエルパソの法律事務所に就職し、放送会に入る。1931年。 テキサス州司法長官より司法長官補に任命される。公有地における石油採掘を制限する立場からミッドカンザス石油ガス会社の採掘権に反対する判断を下したことで一躍有名となる。1936年にはテキサス州第53区裁判所の判事に任命される。百三十八年に民主党のテキサス州司法長官予備選に 立候補するも3位に終わる。その後、第二次世界大戦に陸軍士官として従軍する。1952年に、再び州司法長官に立候補するよう周囲に促されるが、当時のテキサス州知事、アラン・シバーズの反対に会う。この際、シバーズ知事がヤーボローを公然と中傷したため、彼はシバーズに対抗して、民主党のテキサス州知事予備選に立候補を決意する。 当時のテキサス州政界は民主党の一党支配のもとにあり、共和党など他党の候補との間で争われる本選挙は有名無実であった。そのため民主党の予備選が事実上の当選者を決定した。テキサス州民主党内では保守派とリベラル派の間での激しい対立があり、それが予備選挙に反映された。かねてよりリベラル派であったヤーボローは、 労働組合の支援を得て保守派のシバーズに挑戦したが及ばなかった。1954年にも再びシバーズと争ったが再度敗れた。1956年に三度民主党のテキサス州知事予備選に立候補した。今度はリーオダニエル元知事の指示を得、現職知事のシバーズが押すプライスダニエル上院議員相手に決選投票に持ち込む前線を展開した。 決戦投票において、ヤーボローは勝利を収めると見られていたが、わずか9000秒差で敗れた。だが、ヤーボローや、その支持者、電気作家たちは、実際には、ヤーボローが3万秒差で勝ったと考えている。シバーズの影響下にあった、州当局が、ヤーボローの地盤である、州東部での開票結果を不正に操作したために、敗れたのだと彼らは主張する。しかし、 ヤーボローは州知事となったダニエルの後継をめぐる上院議員補欠選挙に勝利し上院議員に就任する。翌1958年には民主党予備選で党内保守派のウィリアム・バークレーを下し再選された。すでに1950年代から民主党保守派が共和党の候補を支援するなどテキサス州における民主党の一党支配は二大政党制へと 再編されつつあった。1961年には、ジョン・タワー上院議員が、南北戦争の再建期以降初めて、共和党員として、テキサス終戦室の連邦上院議員に選出され、政界再編の流れは加速した。だが、以前民主党の一党優位体制は維持され、党内では後に、共和党員となるジョン・コナディ一事を中心とする保守派と、リベラル派の対立が続いた。 ヤーボローはリベラル派の中心的指導者であり、上院議員としてもリベラルな投票行動で知られた。同じテキサス州出身のリンドン・ジョンソン大統領の偉大な社会計画を支持し、推進した。メディケア、メディエードの拡充など、社会保障政策の充実に、中心的な役割を果たし、貧困との戦いに勢力を注いだ。アメリカ連合国に加盟した州から選出された。 上院議員として、ただ一人、1964年公民権法に賛成するなど、他の南部出身の議員と異なりアフリカ系への公民権付与に熱心でもあった。1964年、ヤーボローは再選にあたって、共和党のジョージ・ハーバート・ウォーカーブッシュ候補の厳しい挑戦を受けた。ブッシュは、ヤーボローを極左、先導政治家などと形容し厳しく批判した。 対して、ヤーボローは、ニューイングランドで生まれ育ったブッシュを、渡り、政治や、富裕な東部出身者、バリーゴールドウォーター並みの極右と攻撃した。ヤーボローは56.2%の票を得て、再選を果たした。ジョンソン政権の国内政策に対する強固な、支持者であった一方で、ヤーボローは、次第に、政権の外交、安全保障政策、とりわけ、 ベトナム政策に批判的な立場に転じた。彼は反戦考領を掲げるロバート・ケネディ上院議員を1968年の民主党大統領予備選で支持し、ケネディの暗殺後は同じく反戦候補のユージーン・マッカーシー候補を支持した。1970年、ヤーボローは再選を目指すも民主党の予備選で保守的なロイド・ベンツェン元会議員に敗れた。 ヤーボローは保守的なテキサス州においてニューディーラーの流れを組む最後のリベラル派上院議員であった。ありがとうございます。